ルーチョ・チェッキネロは、イタリア・ベネツィア出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。現在は、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスで、チーム LCR を運営している。オートバイレースのメカニックとして働いていたが、1989年に、ライダーとして、レースを開始する。イタリア国内のスポーツプロダクション選手権に、NSR125 を買って参戦し、 三戦目のモンツァで初優勝を果たした。翌1990年にはマックス・ビアッジに次いでシリーズ2位に入った。1991年にはかつてメカニックとして所属していたチームイタリアからロードレースヨーロッパ選手権に参戦を開始する。初年度はシリーズ10位。翌1992年にはシリーズ2位となった。 そして1993年にガッチネーガチームからロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした。翌1994年にはジビチームに移籍しプライベーター使用のホンダ RS125 を買って初ポイントを獲得した。1995年にはヨーロッパ選手権に戻り、 パオロ・ピレリのチームで RS125 を買って11戦中8勝を収めチャンピオンを獲得した。1996年はチェッキネロにとってターニングポイントとなった。自らがオーナーとなる一大体制の小さなチームを立ち上げグランプリ 125cc クラス復帰を果たした。1996年、1997年と トップ10圏内フィニッシュを何度か記録し、1998年、第6戦原まで GP 初優勝を果たした。その後も 125cc クラスに参戦を続け、2001年には、第6戦、カタルニアで、通算2勝目を記録し、シリーズランキングでは4位に入った。2002年はおそらくチェッキネロの、ベストシーズンであり、 年間3勝を果たし再びシリーズ4位を記録した。現役最後の年となった2003年にはホームグランプリのムゼロで優勝を果たすという夢を叶えた。チェッキネロは1996年に自らがオーナーのレーシングチームを設立した。当初はチェッキネロ自身がライダーとなる一大体制で、 ホンダ RS125 を買って 125cc クラスを戦った。1998年にはチームメイトに上田昇を迎えて2大体制に拡大。2001年にはマシンをアプリリアにスイッチした。2002年には新たに 250cc クラスにも参戦を開始し、後にモートジッピーワールドチャンピオンとなるケーシーストーナーのデビューチームとなった。 チェッキネロは2003年シーズン終了をもって現役を引退するが LCR はランディド・プニゲをエースライダーに参戦を継続した2006年にはストーナーをライダーにホンダ RC211V でモートジッピークラスに参戦を開始するストーナーの活躍によって参戦初年度に表彰台とポールポジションを獲得した 翌2007年はストーナーがドゥカティワークスに引き抜かれたためベテランのカルロス・チェカをライダーに迎えた。2008年からはドプニエがチームに復帰。2011年からはドプニエからトニゲリアスに変わり。2015年からカルクラッチローとジャック・ミラーの2大体制。2016年からカルクラッチローの1大体制に戻り。2018年からはカルクラッチローと 中上隆明の二大体制で最高峰クラスに参戦を続けている。ありがとうございます。